今日は韓国の歴史教科書についての話題です。韓国の歴史教科書に出てくる日本といえば、日本は朝鮮を侵略した国である、朝鮮民族は一致団結して日本の侵略に抵抗したと書かれています。そのような記述が普通であり常識であった韓国の歴史教科書に、実は大きな変化が起こっているのです。教学者の教科書には、日本の植民地支配が韓国の近代化を促したとする植民地近代化論が随所に展開されている、1923年9月の関東大震災でデマにより多くの朝鮮人が殺害された事件や、慰安婦問題に関する記述も少ないという。韓国でこんなことを書いちゃまずいんじゃない？韓国国民の反日の絆に風穴が開くし、もしかしてあの親日罪で財産没収なんてありませんよね。記事に戻ると、同教科書を執筆した教授らは、革新派の主張は歪曲されたものだとし、既存の教科書はあまりにも左翼的だと反論した。韓国にも信念を持った素晴らしい教授がいるのですね。ぜひ頑張ってほしいものです。どんな世界にも右寄りがいれば左寄りもいるし、真ん中もいます。さらに上も下もいるし、いろんな意見や見識があってこそ正しい道が開かれるのです。韓国もそして日本も、もう一度歴史を見つめ直しても良い時期かもしれませんね。